す？いや、楽しくなっちゃいますね、こんなにいっぱいいるとちょっと一条彩香を演じられました小芝風花さんです。皆さんこんばんは、小芝風花です。怖いのはちょっと苦手だったんですよね。怖いの苦手ですね。それこそリングとかは幼い頃見てトラウマでトイレ夜一人で行けなくなったりとかするぐらいすごく怖かった印象があって、だから撮影中呪われないようにしなきゃって思いながら臨みました。今回結構家系がポップだったりとかもあって撮影現場は和気あいあいとしてたので除霊とか大丈夫そうでした。はい、木村監督のこう演出でこういうこれ、ね、そうなんか台本にも何も書いてなかったんですけど現場に行ったら監督がなんかこれやるみたいな感じで言われて、そして冗談かと思っていやまたまたみたいな感じで言ってたらいや本当にやるんだよって言われて、で一応その彩香の結構シンボル的な動きになったんですけど、でも下手したら何やってるかわからない可能性ありますか？いやそうなんです、一応こうツボをして血行良くして頭の回転良くさせるっていう感じらしいんですけど、そうなんか何やってるんだろうって自分でも分かんなくなりそうになりながらで結構監督こだわりあってもうちょっとこうグッと押してほしいとか広げ方とか一番時間かけました。一番カット数もめっちゃ多かったですよね、ここのシーンっていうぐらいしっかり撮っていただきました。今回の作品では今まで呪いのビデオで拡散してたものがその SNS っていう本当拡散力の強いものに変わってパワーアップしたんです。で SNS の力って本当にすごいので今日見てくださった皆さんが面白いなって思ったらたくさんツイートして拡散してください。よろしくお願いします。ぜひ最後まで楽しんでください。ありがとうございます。